ニュージャージー、ニュージャージー、アセスニュージャージー、BB-62 はアメリカ海軍の戦艦、アイオワ級戦艦の2番艦。艦名はアメリカ合衆国3番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目に当たる。ニュージャージーは1940年9月16日にフィラデルフィア海軍造船所で寄港された。ビッグ J、ビッグ J、もしくはブラックドラゴン。 ザ・ブラック・ドラゴンの愛称で呼ばれた。ニュージャージは1942年12月7日に、キャロリン・エジソン、ニュージャージー知事、チャールズ・エジソン夫人によって、命名、浸水した。1943年5月23日に、初代艦長、カール・カイ・ホールデン大佐の指揮下収益し、ニュージャージーは、カリブ海と西大西洋で、成長訓練を行い、 1944年1月7日にパナマ運河を通過、エリス諸島のフナフティ島へ向かった。1月22日に到着し、第5艦隊に加わった。3日後に第58.2任務部隊に配属され、マーシャル諸島への攻撃に向かう。1月29日から2月2日まで、クエゼリン艦章及びエニウェトク艦礁へ航空攻撃を行う空部隊の護衛を行った。 ニュージャージーは2月4日にマジュロでレーモンド・スプルーアンス提督率いる第5艦隊の機関となった。機関としての最初の戦闘は、両艦と共に参加したトラック島の日本艦隊に対する航空攻撃及び砲撃であった。この砲撃はクエゼリン艦章に対する攻撃で調整され、日本海軍のマーシャル諸島に対する反撃への効果的な抑制となった。 2月17日、18日に、機動部隊は2隻の日本軍軽巡洋艦、4隻の駆逐艦、3隻の武装商船、2隻の潜水艦母艦、武装トロール船、航空機輸送船、23隻の補助艦艇を破壊した。ニュージャージーは、トロール船を破壊し、敵機を撃墜するとともに両艦と協力して、駆逐艦マイカ風を撃沈した。機動部隊は2月19日に、 マーシャル諸島に帰還した。3月17日から4月10日の間に、ニュージャージーは、ミッチャー少々座城の帰還歴新ントン、アセス歴新ントン、CV-16 と共に、ミリ艦渉への攻撃を行い、その後第58.2任務部隊に再び加わり、パラを攻撃、ウォレアへ、艦砲射撃を行った。マジロへの帰路に、スプルアンステトクは帰還を、インディアナポリス、 アセスインディアナポリス CA-35 に変更した。その後4月13日から5月4日までマジュロで作戦活動を行った。4月22日にはアイタペ島、ニューギニア島のフンボルト湾、タナベラ湾へ航空支援を行う空母の護衛を行い、29日、30日にはトラック島に対して艦砲射撃を実施した。 トラック島では2機の日本軍内撃機を両艦と共に撃墜している。5月1日にポナペに対して行われたニュージャージーの16インチ砲による撃は燃料タンク、飛行場と司令部を破壊した。マリアナ諸島攻略に先立って行われたマーシャル諸島攻撃の後、ニュージャージーは6月6日にミッチャー提督の機動部隊に加わった。6月12日に 敵雷撃機を一機撃墜し、続く二日間で6月15日の攻撃に先立つ、砲撃をサイパンとテニアンに対して行った。マリアナ諸島攻略に対して日本軍は反撃を行った。スプルーアンス提督の機動部隊はミッチャー提督の部隊と合流し、アメリカ軍潜水艦は日本艦隊を追跡した。ニュージャージーは6月19日に空母部隊の護衛に出航し、 同日アメリカ軍部隊は日本軍との大規模な戦闘を行った。日本軍機のパイロットは連土の劣る者が多数だったのに対し、アメリカ軍パイロットは熟練しており、日本軍はその航空戦力の大半を失う結果となる。これは後にマリアナの射的遊び、マリアナスターキーシュートと揶揄された。この戦闘でニュージャージーはその対空砲火の威力を証明した。 日本軍は400機以上を失ったのに対して、アメリカ軍の損害は17機に過ぎなかった。マリアナ諸島攻略においてニュージャージーは、グアム島トパラオに対して最終攻撃を行い、8月9日に真珠湾に到着する。真珠湾で第三艦隊機関任務につき、8月24日に、ハルゼー提督は提督機を掲用した。8月30日に、 新樹湾を出港し、その後うるしい白地を拠点として、作戦活動に従事した。太平洋戦争も、終盤の時期に高速機動部隊は、フィリピン、沖縄、台湾に、再三の攻撃を行った。9月になると攻撃目標は、フィリピンのマニラ、カビテ州、パナイ島、ネグロス島、レーテ島、セブ島といった、ビサヤ諸島となり、10月初めには、沖縄、 台湾の航空基地に攻撃が行われた。これは10月20日の冷帝島上陸に先立って行われたものであった。冷帝島における戦いでは日本軍は絶望的な特攻を繰り返した。冷帝機械戦で春勢提督の艦隊は上陸支援のための疑瞞行動を行った。これは日本艦隊の主力がサンベルナルジの海峡を通過するのを許すこととなった。 10月24日の渋谷海海戦では、機動部隊艦載機が武蔵を撃沈している。ニュージャージーは、主力部隊への脅威が増大すると、その対応のため南に移動した。ニュージャージーは、ルソン島攻撃に向かう高速空母部隊と、サンベルナルジの海峡付近で1944年10月27日再合流した。その2日後、部隊は、特攻攻撃に遭遇する。 艦からの対空砲火及び艦載機部隊の攻撃で特攻機に反撃したが戦闘中にニュージャージーはイントレピット、アセスイントレペット、CV-11 の機銃弾が直撃し3名の乗員が負傷した。11月25日にも同様の攻撃があり3機の特攻機が艦隊に突入した。1機はハンコック、アセスハンコック、 CV-19 の直上で爆発し、破片が軽度の損傷を与えた。もう2機はイントレピッドに突入し、1機はニュージャージーの放射が撃墜したが、もう1機は突入に成功し、士官6名と兵員5名が死亡した。ニュージャージーはカボット、アセスキャボット、CVL-28 に突入しようとした、特攻機も撃墜したが、 もう一機がカボットの左舷に激突。カボットは大きく損傷し62名が死傷した。12月にニュージャージーは空母歴史ンと任務グループと行動を共にした。同部隊は12月14日から26日までルソン島を攻撃した。その後巨大な台風に遭遇、三隻の駆逐艦が沈没したがニュージャージーは熟練した乗組員によって損害を受けることはなかった。 12月24日に、ウルシー・ハ白地に帰還し、チェスター・ニミッツ海軍元帥によって出迎えられた。ニュージャージーは1944年12月30日から1945年1月25日まで、ハルゼー提督の帰還として巡航を行い、台湾、沖縄、ルソン島、インドシナ、香港、スワ島、アモイで空母部隊を護衛した。1月27日に、 ウルシー白地で機関任務を解かれるが、2日後に第7戦艦部隊を指揮するオスカーバジャー少将の機関として再任命される。伊王島攻撃を支援し、ニュージャージーはエセックス任務グループを2月19日から21日まで護衛した。また、25日に行われた航空機工場を目的とした東京攻撃の際も空母護衛を行った。 続く二日間にわたって沖縄に対する空襲が行われた。ニュージャージーは3月14日から4月16日まで沖縄占領の直接支援を行った。空母部隊の本州攻撃を支援し、関西機による藤木パイロットの救助、特攻機の空母突入への防御を実施した。ニュージャージーは少なくとも3機を撃墜し、両艦と共同して敵機を破壊した。 3月24日に再び艦砲射撃任務を再開する。終戦直前にニュージャージーはピュージェットサウンド海軍交渉でオーバーホールを行った。その後7月4日に出航、サンペドロ、新十ン,ン、エニウェトクを経由してグアムに向かい、グアムで8月14日に再びスプルーアンス提督指揮下の第5艦隊機関となった。 マニラと沖縄に短期間停泊した後9月17日に東京湾に入り1946年1月28日まで日本占領軍の機関を務める。その後機関任務をアイオワ、アセスアイオワ、BB-61 と交代し1000名近くの福音兵を乗せ2月10日にサンフランシスコに到着したピュージェットサウンドでのオーバーホールと 西海岸での活動の後、ニュージャージーは再び大西洋を横断し、ニュージャージー州ベイヨンで1947年5月23日に収益4周年記念式を行った。これには、ニュージャージー州知事アルフレッド・イードリス・コリア前知事のウォルター・イーエッジなど多くの交換が出席した。6月7日から8月26日の間に、ニュージャージーは、 第二次世界大戦終結後初めての北ヨーロッパ水域を巡航する練習艦隊を形成した。2000名以上の海軍士官学校生と海軍予備役士官を乗せ、リチャード・エルコノリー提督の式技艦隊は東、大西洋及び地中海を巡航した。6月23日にスコットランドの露出で艦隊機関を命ぜられる。ニュージャージーはオスロ及びポーツマスでの 公式歓迎会の会場となり、オスロでは、ノルウェー国王法婚7世が7月2日に越平を行っている。練習艦隊は7月18日に、カリブ海、西大西洋で、訓練のため西に向かった。ハーバー H マクレーン少将指揮下の第一、戦艦部隊機関任務に9月12日から10月18日まで、ニューヨークで従事した後、ニュージャージーは、 ニューヨーク海軍造船所で不活性化された。1948年6月30日に米4で予備役となり、ニューヨークの大西洋予備役艦隊入りした。ニュージャージーは1950年11月21日、米4でデビッド・エム・タイリー艦長の指揮火災収益を果たした。朝鮮戦争参加に備えて、ハリブ海で完熟訓練を行い、 1951年4月16日にノーフォークを出港した。5月17日に朝鮮半島沖に到着し、第7艦隊指揮官のハロルド・ M ・マーティン中将は、続く6ヶ月間ニュージャージーを機関として使用した。ニュージャージーは5月20日に元山への砲撃を行った。朝鮮戦争での二度の任務機関に、再三にわたって海上移動放題の役割を果たした。 ニュージャージーは地上法が及ばないほどの重砲撃を速やかに移動しつつ目標から別の目標へと行い、敵補給基地や連絡路、拠点を破壊し、国連軍の直接あるいは間接支援を果たした。また同時に求めに応じて空母の護衛も行った。ニュージャージーが朝鮮戦争で唯一被弾したのは、元山で空母の護衛任務を行っていた時であった。 沿岸に接近しすぎたため海岸砲台から砲撃を受け第一砲塔に着弾兵士が一名死亡した。これが朝鮮戦争で唯一のニュージャージー乗陸組における戦死者であった。5月23日から27日及び31日、ニュージャージーは常用軍及び艦上へ砲撃を行い橋と三つの大きな弾薬庫を破壊した。偵察機は環状で 鉄道施設と車両の破壊、乗用の放棄を確認した。5月24日、富士下、飛行士を探索していた、ニュージャージーの関西ヘリコプターが燃料切れのため墜落した。操縦士は有軍勢力地へたどり着き、無事帰還することができた。太平洋艦隊最高司令官、アーサー・ W ・ラドフォード提督と極東艦隊司令官中将を上官させた。 ニュージャージーは6月4日に、元山を砲撃した。2日後、艦上で敵の砲兵連隊及び、トラック部隊を砲撃し、第7艦隊の艦載機が砲撃の成果を確認した。7月28日に、元山沖で海岸砲台に対して砲撃した。接近しすぎたため若干の反撃を受けるが、ニュージャージーは、正確な砲撃で砲台を破壊し、敵を沈黙させた。 1953年5月23日に、収益10周年記念式が、新川で行われる昌番大統領夫妻、マックスウェル D テラー中将及び他の交官が、乗船した。2日後、地南湖西海岸の港湾防衛施設に砲撃を加えるため任務に戻った。5月27日から29日まで、元山で攻撃を受けるが、5インチ砲の砲撃で敵を、 沈黙させた。また、16インチ手法により5つの砲台と4門の凍結砲を破壊した。加えて炎上する燃料庫または弾薬庫に対して砲撃を行った。ニュージャージーは6月7日に片条軍付近の部隊支援という重要任務に戻った。最初の砲撃で2つの砲台、観測所、残号を破壊し、その後一層の援助が要請された。 6月24日には、元山に対し1日にわたる砲撃を行い、3つのコラー穴に8発の直撃弾を与え、1つを崩壊させ、4つを使用不能とした。翌日片城の部隊支援に戻り7月10日まで砲撃を行った。7月11日、12日にニュージャージーは、元山に対し朝鮮戦争で最も激しい砲撃の1つを行った。 初日は9時間にわたって行われ、2日目は7時間であった。砲撃により、ほどパンド及び、朝鮮本土の敵砲台と燃料庫が破壊され、少なくとも10門の沿岸砲と多くのホラー穴及び、トンネルが破壊された。7月13日には、古女のレーダー施設と橋を破壊し、22日から24日まで、東海岸を砲撃、片城付近の韓国軍を支援した。 この3日間の砲撃は最も正確に行われた。敵司令部のあった大きなホラー穴は破壊され、1ヶ月にわたった国連軍の努力は終了した。多くの燃料庫、砲台、観測所、残酷などが破壊された。7月25日の早朝にニュージャージーは、港南の沿岸砲台、橋、石油タンク、通信施設及び鉄道施設に対して砲撃を行った。 午後には機体移動し、タンチョンの鉄道路線及びトンネルに向けて、砲撃を、こう、夜間に沿岸を走る列車を破壊しようと試みた。手法は2本のトンネルに向けて発射されたが、暗闇のため6門の手砲制車の結果を知ることは、できなかった。翌日の元山砲撃が、ニュージャージーの朝鮮戦争における最後の任務であった。この砲撃で敵の野砲、燃料庫、 ホラー穴及び残酷を破壊した。二日後に急戦が知らされ、香港への7日間の訪問でこれを祝った。香港には8月20日に停泊し、その後日本及び台湾近海での作戦活動に従事した。この間に、富山を訪問し、富山では9月16日に、李承晩大統領が第七艦隊に、主君部隊賞を授与するため上官した。 10月14日に横須賀でウィスコンシンと帰還任務を交代し、ニュージャージーは翌日帰路に着いた。ノーホークには11月14日到着した。続く2年にわたって夏に海軍兵学校生の訓練のため大西洋を横断し、その後は大西洋岸とカリブ海で演習と訓練任務を行った。ニュージャージーは1955年9月7日に、 ノーフォークを出港し、第六艦隊での初の任務を地中海で行った。ニュージャージーはジブラルタル、バレンシア、カンヌ、イスタンブール、クレタ島、バルセロナに寄港した。その後春の訓練活動のため1956年1月7日にノーフォークに帰還した。その夏、海軍兵が構成を上官させ、北ヨーロッパに訓練公開し、7月31日に、 アナポリスに戻った。ニュージャージーは8月27日に第2艦隊指揮官チャールズ・ウェルボーン・ジュニア海軍中将の機関としてヨーロッパへ再び出航した。リスボンを訪問、スコットランドからナト o の練習に参加し、ノルウェーに公式訪問し、オーラブ王大,大使をゲストとして受け入れた。ニュージャージーはノーフォークに10月15日に帰還し、12月14日に、 ニューヨーク海軍造船所に到着、不活性化を行った。1957年8月21日に予備役となり、米4で予備役艦隊入りした。ニュージャージーの3度目の収益は1968年4月6日のフィラデルフィア海軍造船所で J.A. エドワード・スナイダー艦長の指揮のもと行われた。 ニュージャージーはエレクトロニクスの近代化とヘリコプターの着艦機構が増設され 40mm 機銃はすべて撤去、重砲撃艦として使用されることとなった。ニュージャージーの16インチ砲は遠距離の安全な位置から敵に大きな打撃を与えることが期待された。ニュージャージーは世界で唯一現役任務にある戦艦として5月16日にフィラデルフィアを出港。 パナマ運河を通過して新たな母校のロングビーチに6月11日に到着した。南カリフォルニアで訓練を行った後、7月24日に旧、閉館マウンド、カトマイからハイラインとヘリコプターによる輸送で16インチ砲弾と創薬を受領した。これは初のヘリコプターによる戦艦の海上補給であった。ロングビーチを9月3日に出港したニュージャージーは、 新珠湾とスービック湾に立ち寄り、9月25日に最初の砲撃任務のためベトナム沖に到着した。9月30日に北緯17度線付近に達し、非武装地帯の北ベトナム軍拠点に対して砲撃を行った。その砲撃で2つの野砲陣地と2つの補給地を破壊した。翌日も砲撃は続けられ、対空砲火により海上に脱出した。 航空機の乗組員も救出している。続く6ヶ月にわたってニュージャージーはベトナム沖で定期的な艦砲射撃と火力支援を行い、時折スービック湾を訪れ、海上で補給を行った。最初の2ヶ月で1万発に及ぶ砲弾を北、ベトナムに打ち込み、このうち3000発以上が16インチ死砲弾であった。1969年に ベトナムでの任務は終了したが、ニュージャージーは16インチ手法を11万6000回以上、5インチ砲を100枚回以上発射した。これは第二次世界大戦以来最も激しい海軍艦艇による艦砲射撃である。ベトナムでの任務が終わるとニュージャージーは1969年4月3日にスービックワンを出港、日本へ向かった。 二日後横須賀に到着し四月九日に帰国の途に着く。しかしながら、その帰国は遅れ、帰路の途中にあった十五日に、日本海で北朝鮮のジェット戦闘機が非武装の EC-121 コンステレーション電子偵察機を撃墜し、乗員すべてが死亡、空母機動部隊が組織され、日本海に派遣された。ニュージャージーも日本海への急行を命じられ、再び日本へ向かった。 22日に再び横須賀に到着し、動員体制のまま待機した。緊張が緩和するとニュージャージーは中断された人に再び戻った。1969年5月1日にロングビーチに到着し、ニュージャージーは8ヶ月ぶりに母校に怒りを下ろした。夏を通じて乗組員たちは次の任務に備えて準備を行った。また、 ベトナムでの砲撃に無事に発見された不具合も改善された。公式報告によれば、ニュージャージーの退役は、経済的理由によるものとさるが、ニュージャージーがベトナムへの砲撃を中止しなければ、パリは兵会談に出席しないと、南ベトナム解放民族戦線が主張したため、退役させられたと信じる見方もある。1969年8月22日に、国防長官は、 不活性化される艦のリストを公表した。そのリストの一番上に、ニュージャージーの名前があった。5日後に、スナイダー艦長は、ロバート C ・ペニストン艦長と交代した。予備役艦隊入りするという任務のため、ペニストン艦長と乗組員は準備を行った。ニュージャージーは9月6日にロングビーチを出港し、ピュージェットサウンド海軍交渉に向かった。8日に到着し、 退役のための不活性化オーバーホールを始めた。1969年12月17日にニュージャージーは予備役となり不活性化の上予備役艦隊入りした。予備役入りに臨み、艦長からは本艦に向けて次の言葉が送られた。よく休め。ただし眠りは浅く。そして呼ぶ声を聞いたならば自由のために火力を提供せよ。 ニュージャージーは1982年12月28日にカリフォルニア州ロングビーチで4度目の最終駅を行った。レーガン大統領の600隻艦隊構想でニュージャージーは姉妹艦と共に16発のハープン体艦サイルや32発のトマホーク巡航ミサイルなどで近代化が行われた。 翌1983年7月には、ニカラグア封鎖作戦に参加した。その後レバノン内戦が激化すると、アメリカ合衆国の権益を守るために、海兵隊が出動し、アメリカ国籍の船舶保護のため海軍は展開した。9月19日、アメリカ軍基地が攻撃されると、巡洋艦バージニア、アセスバージニア、CGN-38 特築艦ジョン・ロジャース、 アセス、ジョン・ロジャース、DD-983 は搭載する5インチ砲による338発の砲撃ベールート東方、州府産地のサグエル・ガルブ村を守るレバノン軍に対して行った。これはアメリカ合衆国の政策の変化を示したものであった。また9月25日にニュージャージーはベールート沖に停泊した。11月28日にアメリカ政府は ニュージャージーが上院は交代するもののベールート沖に停泊を続けることを発表した。12月14日にニュージャージーはベールートのシリア軍対空陣地に向けて11の手法を発射した。これはニュージャージーが1969年にベトナムで発射して以来初めての16インチ砲の発射であった。1984年2月8日にニュージャージーはドゥルーズ派を呼び ベッカー高原のシリア軍陣地に対し約300発の手砲を発射した。このうちおよそ30発がシリア軍司令部を直撃し、レバノンのシリア軍司令官及びシリア軍高官を殺害した。これは朝鮮戦争以来最も激しい戦艦による艦砲射撃であった。1986年8月24日には佐世保市に来航している。これは トマホークミサイル搭載艦の初来日ということで多数のデモ船や取材機に取り囲まれての入港であった。1990年代初めにソ連が崩壊、冷戦が終結すると国防予算の徹底的な削減が行われることとなった。運用に多くの乗員を必要とする戦艦は真っ先に予備役の対象となり、ニュージャージーは ロングビーチ海軍補給基地で1991年2月8日に予備役となり、ワシントン州ブレマートンに敬遠された。1996年の国防認可法は海軍に大使二隻の戦艦をモズボール化の上、海兵隊の揚陸作戦にいつでも使用できるように予備役艦隊で保管することを要求した。アイオワは2番法の爆発事故で、 ニュージャージーより悪い状態にあったが、海軍はニュージャージーをモズボール化することを決定した。ニュージャージーの補修コストはアイオワを補修するよりも少なく済むと考えられたが、1999年のストロームサーモンド国防認可法はアイオワを稼働体制に置くことを要求した。さらに海軍はニュージャージーを博物館として寄贈する準備を進めていた。 ニュージャージーはニュージャージー州カムデンが入手し、博物館として公開されることとなった。1999年9月12日にニュージャージーはタグボートシー・ビクトリーによってブレマートンからフィラデルフィアまで牽引され、11月11日に到着した。2000年1月20日、海軍長官リチャード・ダンチヒはニュージャージーがカムデンのホームポート・アライアンスに寄贈され、 博物館として公開されると発表した。現在ニュージャージーは博物館及びメモリアルとして公開される。博物館は2001年10月に一般に公開された。2001年9月11日の同時多発テロの後、海軍長官は海軍機をニュージャージーに残すように命じた。ニュージャージーは第二次世界大戦の先行により9つの 朝鮮戦争の先行により4つの従軍政章を、またベトナム戦争の先行により2つの従軍政章と海軍部隊栄誉賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。